学校は今夏休みの真っ只中ですが、瑞穂町ではちょっと変わった学校で授業が行われています。瑞穂学校と名付けられたこの学校、教師は町で農業や商店を営む人たち、そして生徒は町の人たちです。黒板をかたどった垂れ幕に小さな机と椅子、まるで学校の教室です。このように学校が登場したのはホームセンターの中の一角です。現在このように授業が行われています。瑞穂町のホームセンターで今週の火曜日に始まった瑞穂学校。この学校で教えるのは瑞穂町の魅力。教師役を務めるのは町内で農業や商店を営む人たちです。初日の5日は園芸農家を教師に、植物を立体的に刈り込んで作品を作るトピアリーの体験教室が、またその翌日は町内で野菜を作る農家による株の栽培についての授業が行われました。この学校を企画主催したのはデザイナーの江藤梢さんです。瑞穂町で生まれ育った江藤さんですが、最近になって改めて町を見て回り、町の魅力が瑞穂に住む人にさえ十分に伝わっていないのではと思ったのがきっかけで、瑞穂学校の開校を思いつきました。何かこう瑞穂にあるいいものだとか面白いものをもっと多くの人に伝えたいなっていうことを思ってたんですよね。でそれでいろんな何だろうな協力者の方がいろいろ出てきてくれて、でそれでこういう企画ができるようになりました。この瑞穂学校は今月17日まで開かれ、この間バラ農家による講義や酒店による試飲の体験授業などが予定されているほか、教師陣が生産販売している商品の展示も行われています。江藤さんはこの瑞穂学校を通じて瑞穂を楽しむ人が増えればと期待しています。瑞穂の、個人商店さんだったり農家さんっていう人たちがすごく実は面白いというか、面白いものばっかりあったり、あとそうですね、いいものとかがたくさんあるので、それをまず知ってもらいたいです。でそういうことを知ってもらえれば、瑞穂に住んでることだったり瑞穂に来てもらうことがすごく楽しくなると思うので、それをぜひ伝えていけたらなと思ってます。西舘さん、はい、瑞穂町について知るにはとてもいい機会になると思うんですが、そうですね、どうして学校というスタイルなんでしょうか。はい、これはですね、伝えるというテーマで、江藤さんが浮かんだイメージが学校の授業だったそうなんです。そこでですね、町内の商店主の方々や農家の方々に、教師役として、瑞穂の魅力を伝えると、そういう形にしたそうなんです。なるほど。瑞穂の PR をですね、都心などではなくて地元、はい、瑞穂の町の中でやるというのには何か狙いがあるんでしょうか。はい、江藤さん自身はですね、瑞穂の魅力を一番に知ってほしいのは瑞穂に住む人たちだとこう話していました。ですので今回は地元の再発見というのが一番の狙いなんだそうです。ただですね、江藤さんは機会があれば、都心など瑞穂町以外の場所でも同様のイベントを行いたいとも話していました。瑞穂町、人口およそ3万4千人の小さな町の大きな魅力を伝える第一歩が今回の瑞穂学校なのかもしれません。以上、多摩ニュースセンターからお伝えしました。